ああ、羽ピクミン、どうやって回収できるんだ？もう一人連れていけるようになるとできるのかな？あ、探索途中で出てもいいのか、このエリアって。おー、灼熱だね。よし、この人数だったらまあまあ早い。よし、いいねー。ダース、突進で。お、ダーツの矢だ。おいおいおい。ピンポン玉を。おお、あれ怖いぞ。氷ピクミンが今いないからね。あ、一周してきただけか。激辛スプレーが出てもって感じだね。おお、また？今のうちだったら。おし、瞬殺。黄色ピクミンでやって、赤ピクミンで。バツでやれば。なんかかなりの数でいっちゃったみたいな表示が出てんな。いや、ピクミンが、あ、困ってるのか。なるほどね。あ、なるほど、なるほど。あそこを水でやって、なるほどね。とりあえず、これは怖いから閉じて。オッチンが。これはやめとこうか。ああ。これ最後か？もしかして。ああ。この上にも行けるか。ああ、まだウォッチに切り替えできないんだね。お、水まかれる結果になったか。やった、火が消えましたよと。まあね。で、切り返して、ウォッチンが行ったので、あ、ウォッチンが行ったところでってか。で、入る場合、ああ、なるほど。こうやって、なるほど、ピクミンを分け与えるわけね。で、切り返して、で、ウォッチンで、なるほど。で、突進してもらってて。オッケーオッケー。なるほど。そういう流れね。
で、オッチに乗って、一匹は痺れさせる。で、もう一匹も、痺れさす。よし、これでみんな運んでくれる。赤で、何番ボールになるんだろう、これ。で、暇なのがどんどんいると。この先にも、やっとか。羽ピクミンと再会だね。再会じゃないけど。4番か。やっぱ羽ピクミンがこのエリアにもいるんだ。飛んでる？こんなピクミンもいるんですね。早速調べてみます。地面がないところも飛べるのかな。羽が生えてて、歩いて運ぶよりも近道を通ることができると。うん。空中視線は誰よりも得意だと。ついに空まで進出しましたね。でもこのピクミンに手伝ってもらえば救助や探索が はかどりそうです。確かにはかどりそうだな。怖いけどここから行く。でまたもや怖いけどここをジャンプで乗り越えて、よし。で一応 100% なの確認して、いやーでもこのエリア救助する人一人か。多分最後ボスいるんだろうな。スクラップディスク。いや、近くに遭難者がいる。あ、で、これでなんか、混乱するっていうことか。お、怖。なんでやってる？足をこう、あ、あ、うわ、ピクミンが混乱してます。こうなったら原因となった原生生物やっつけるしかないの。え、こんだけやね。とりあえず乗って、うん？あー、いっぱいやられてる。いやー難しいなーこやつ。なかなか最後の最後で大変かもしれないぞ。近くにそんな、ああ、この先にいるのね。おちん、気をつけ。ああ、なんかその、タイミングがあるのかな、もしかしたら。よし、来い。慎重に見ていけばいけるか。怖っ。ていうか、うん、なんだこれ。あ、骨
ねえ、危ねえ。なんだろう、この金は。とりあえず、ジョブエリアが広がったから。あー、一匹やられちゃった。難しいな。とりあえず、まあ、動きはおそらく単調だよね。とりあえず、やっつけることに専念していく。危なかったな。音楽で考えたらいいのか。あ、オッチのライフが心配だな。今のでやられたよね。いやー、なかなか難しい。手強いぞ。これいいや。倒すしかないんだな。なんだこのタイミング。とりあえず半分は。なんだこの。ああ、ピクミンがやられた。しかも一匹だけか。ああいう攻撃感めんどくさいな。いやー、4分の1まで。あ、倒しちゃったのか。気づかなかった。じゃあ、あれも、さよならだね。いや、とりあえず倒れる瞬間は取れたか。悪くないな。じゃあこれを運んでもらって、まあさすがに、あ、スピーカーが入ってたのか。まあもうちょっと多めに運んでもらって早く行ってもらうか。まあさすがにその数は無理か。さあ、じゃあ運び終わったら地上に行こうかな。で、この人は久しぶりだね。は、アッパ人ではない。おや、調査団ではなさそうですね。お、初めての。あ、レポーター?へぇ。やや、この顔、我は知ってるぞ。こやつ、人気のテレビレポーターではないか。我の死。いや、なぜこやつがこの死に?ラッセルさん、ファンなんだ。驚きだよね、確かに。よし。じゃあ、これでも地上に。いやー、初めてだね、花ピクミン。
で、このエリアでオニオンをゲットしておかないとな。宇宙放送局でレポート。マイカ飛ばそう。だいたい一つの地下で1500ぐらいあるんだよね。やられたのは一応ゼロだね。いやー、ピクミンの数結構多くなってきたな。さあ、じゃあ、いろいろ、できるようになったから、なったというか、多分出たらもう、夕暮れかな？終わりじゃなければいいけど。あ、まだ明るいね。で、おすすめでいきましょう。お、エリア 50% 短くね。で、あ、結構まだ広いんだな、このエリア。ああ。で、ここの壁もあるし、とりあえず降りてって、こっち側ちょっと見られるか、やってっか。まあ、ウォッチの足が速くなったから、悪くないね、動ける速度が速いっていうのは。ああ、なるほど、なるほど。あのカニは、やっつけちゃおうか。裏から行って。ああ、全部密になっちゃったな。で、怖いのがこれだなぁ。この口を閉じるのが怖いらしいんだよね。見極めないといけないから。怖っ。もうちょっとできるな。よし。ああ、怖い怖い。で、次は、こやつはみんなで、まずは、ん？大丈夫か。ああ、危なかった。で、氷ピクミンとかでこれ、みんなやってもらおうか。あ、あやつ地上でも生きれるんだ。この先に行くには、これが必要か。ハリーアップ。見守るだけ見守っとこうかな。登れるのか。で、置き忘れは、でもほんとこのエリアでかいな。ひっくり返してたやつもなんとかやったし。これは、あ、まだか。16。これで16かな？あ、10。あ、大丈夫、大丈夫。オッケー。宇宙の勇者シリーズ。いやー、ギリギリだったね。あー、違う、巻き戻しじゃない。まあ、大丈夫だね。今日の一日終えると。いやー、まあ、一回だけ地下に行けてるけど、悪くない結果だったな。あれ？ああ、そっか。
羽ピクミンは地上に出せないんだった。さあじゃあ次の日もちょっとそうだね、2つ目のエリアを 100% にしていくのを目標にしていこうかな。なんか3つ目のエリア意外と広大だったからな。よし、まあ1人助けただけか。レポーターどんな話をするんだろうね。ああ、そういえば寿司をゲットしたんだったな。飛ばそう。もうそろそろ1万5000ぐらいいくな。なるほど。ピクミンに X で突撃指示を出せるのは突撃笛。実に素晴らしい装備だ。科学の力を持ってすれば簡単なことだ。こうして周波数を変えれば誰にでも突撃させることができよう。ほれ、このように。なんだ？体が勝手に。さあ、何やってるんですか、ラセスさん。いざという時、使い方を説明していただきだ。そのいざという時が来ないようにしなくてはな。二人でね、探索できるようにならないのかな。それは楽しみのやつか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではGM実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。